コナジラミカはカメムシ目に属す昆虫のとが、総称としてコナジラミと呼ばれる。植物から吸収し農業害虫が多い。世界で17属ほど1550種以上が知られる。幼虫は羽がなく最初の脱皮までは足があって移動するが、その後の2から4例は足がなくなり、葉裏などに固着して吸収し続ける。その後、 足と羽のある成虫になる。不完全変態であるが、得意なタイプのためゆ変態とも言う。成虫は体長1ミリ前後、大型の羽があり、粉状の漏出で覆われている。天敵には、ツヤ小鉢、肉食性の天ムシ、草ゲロウなどがあり、生物の薬として利用されるものもある。農業害虫が多く、日本でも、タバコ粉じらみ、シルバーリーフ粉じらみ、 温室粉じらみなどが特に問題になっている。熱帯ではさらに被害が大きい。吸収により早や果実を変色、固死させる上、ウイルスを媒介する。粉じらみ及び媒介されるウイルスが広い範囲の作物に伝染する点も重大である。殺虫剤としては主にアセタミプリド等のネオニコチノイド剤が使われるが、殺虫剤抵抗性が出やすいため、 物理的防除や生物農薬なども使った総合的病害虫管理が推奨される。マリーゴールドなどのコンパニオンプランツには寄避効果があると言われる。ありがとうございます。